ヤンドンケルクルティウスやンヘンドリックドンケルクルティウスは、江戸時代末期の最後のカピタン、オランダの外交官。1813年4月21日、オランダのアーネムで生まれる。1835年に、オランダ領インドネシアのジャワ島に渡り、バタビア高等法院の表情官、高等軍事法院議官を経て、1852年7月、長崎に来日する。同年11月、 手島のオランダ省官庁に就任した。1855年8月には中日オランダ理事官を兼務する。長崎奉行との交渉を委任され、米国が奉還外交で日本に開国を迫ろうとしていることをオランダ風雪書と共に提出した別段風雪書で江戸幕府に予告した。その際、 米国との交渉の前にオランダとの間に通商条約を締結して開国すべきと進言し、交渉を開始するが不調に終わる。二度にわたるペリー艦隊来航の後、1855年に日米和親条約が締結されると、開国政策に転じた幕府の要求に応じ、スンビン号機像の手配を行い、ヤパン号とエド号の軍艦二隻の発注、長崎海軍伝習所の設立、 オランダ海軍士官の昇兵などに関与。これらの活躍を通じて、日本側の信頼を得、安政2年12月23日、ついに日蘭和親条約の締結に至った。安政3年7月10日、イギリス施設の土台を知らせ、列国との通商条約締結を幕府に勧告した。さらに、安政4年8月29日、日蘭追加条約を締結。 これは自由貿易関係への移行を前提とした貿易規制の緩和を含む日本が外国と結んだ最初の通商条約であった。安政5年7月10日には日米就航通商条約から19日遅れでほぼ同等の内容の日蘭就航通商条約を締結自由貿易が認められた同年長崎武両と交渉し組合の廃止を実現するなど 開国語のオランダ最初の中日外交官として日蘭間の交渉役を続けた。この交渉の過程で日本人へオランダ語を教授するかたわら、自ら日本語の研究も進め、1857年には日本語の文法書、日本文法広報を作成。また、日本初の優先式実用長距離電信実験に成功し、電信技術を日本にもたらした。 1860年に離日し、帰国した。日本滞在中に収集した様々な書籍は、ライデン大学に寄贈され、以後オランダの日本研究の基礎文献とされた。明治12年11月27日、故郷のアーレムで死去。ありがとうございます。